ルスのメイお姉さんとあゆみお姉さんとちなみお姉さんとももかお姉さんです。よろしくお願いします。はい、エンジェルスの情報番組エンジェルスルーム。この番組はエンジェルスとジュニアチアリーダーズの情報を発信していく番組です。はい、ということで今回はキッズステージ担当メンバーからこちらの4人でお送りします。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今シーズン初の試みとして子どもたちと一緒にワシフォーダンス大作戦というダンスを一緒に踊るステージを行ったんですけれども、その MC を担当させていただいた私メイとももかとあゆみさんとちなみさんとあと鈴鹿さんですねの中からこの4人で今日はお話ししていきたいと思います。はい、はい、はい、ということで先週は小春とはるかさんがラジオ担当してくださって、たくさん感想をいただいていたので少しご紹介します。丸岡幸太郎さんから、はるかちゃん小春ちゃんこんばんは、ジュニア時代の話とか興味深かったです、それと今日は正面ステージでパフォーマンスをやってくれてありがとう、頑張れ頑張れエンジェルスといただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、これ10月9日にいただいておりまして、本当はレギュラーシーズン最終戦の予定だったんですけれども、残念ながら雨天中止になってしまった日で、ただねこの日にステージだけでもなんとかということで開催したんですよね。そう、朝早くから